あ、自分で何とかしてください。なんですけどね。あれ淳之介は？あ、多分散歩かな。そっか。あ、少年、おかえり。少年？少年でしょ。まあ、この少年は？この子は京子さんのいとこの淳之介くん。あー、この間言ってた。この人は亀岡さん、うちの常連さん。うん、コピーライターの仕事してます。コピーライターですか。さあ、ご飯ですよ。うわ、美味しそう。夏野菜をふんだんに使いました。西野くんとこの畑で採れた野菜です。え、では、いただきます。いただきます。美味しそう。例えば亀岡さん、はい、カレー屋のキャッチコピーも作ってませんでしたっけ。ああ、あなたの近所の匂い、キングカレー。そうそう、それ。え、それ考えた人なんですか。他にもありましたよね。甘口なんてありえません。キングカレー。それも亀岡さんは有名なコピーライターで、東京では会社飲みましてるんですよね。いやいや。いいですね、コピーライター。たった一言考えるだけでがっぽり稼げるんですから。僕なんて石鹸工場で働いてますけど、何千個っていう石鹸を作っても給料はわずかなもんです。なるほどね。そういえば京子さん、お金ってどうすればいいですか。宿泊代。淳之介の好きにしていいよ。はい。
はよう。おはよう。僕の部屋に。あ、西野くんね。あ、うちのご近所さんなんだけど、うちの家の鍵を落っことしたみたいで。え？しばらく止めてあげることにしたから、相部屋お願いね。はあ。さあ少年、朝ごはんですよ。早寝早起き朝ごはんです。はあ。僕、朝ごはんいいです。まあ、そういう気分じゃないのよ。そうですね。ではでは、いただきます。いただきます。おはよう。カップラーメン食べる？結構です。お仕事ですか？うん、そうだよ。昨日は弱音吐いて悪かったね。いえ。わあ、すごい。よし、仕事開始。消すぞー。作るときにはね、削ることが肝心なんだ。12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 
ようでして、宝ダウジングが反応してるんですよ。京子さん、保健所に連絡しましょう。ちょっと、あの、うちに宝物なんてありませんよ。いや、あるはずなんですよ。ダウジングが、ほら、はあ、しばらくこちらに泊めてもらってもいいですかね。まあ、いいですけど、ありませんよ、宝物なんて。